奈落に咲いた高嶺の花。やってられん。まあまあ。正規軍の護衛だぞ。なんで護衛が必要なんだ。ふざけた話だぜ。負傷者を集めて後方に下がる部隊なんです。怒ることはないですよ。俺たちはボロボロになっても護衛なんかつかないだろう。不満を言っても状況は好転しないさ。それに何でも嫌がらずにやる男はモテるんだぜ。正規軍は男性ばかりらしいですけどね。ちゃんと今日の分の水を鉢にやっておきましょう。はあ、移動が多いと鉢植えの世話も大変だわ。なかなか美しい花だね。それは確か。ちょっとそこの不細工な方。ん？私の視界に入らないで。不愉快だわ。これは失礼。花をめでる邪魔をしてしまったか。その花見覚えがあってね。名前が思い出せないんだが、まるで君のようにしとやかな花だ。とても美しい。ふん、この花の価値もわからない人間に言われても不快なだけよ。待ってくれ。俺は女性に嘘はつかないぜ。あなたが嘘つきだってことは疑いようのないことよ。この花をあなたのような凡人が知っているわけがないの。これはある貴族の殿方からいただいた特別な品種。町の花屋で売っている花とは違うのよ。知っているさ。だから思い出すのに苦労してるんだ。しらじらしい。消えなさい。不細工な嘘つきと話すのは不毛だわ。そう言うなよ。マルギット、君は確か正規軍の士官だったね。そう、私はランシール王立士官学校出身のエリートなのよ。ここにいるのが当然のあなたたちとは違うの。気安く話しかけないでよね。君がネームレスに来た理由も俺たちとは違うのかな。私がここにいる理由はない。これは不当な扱いなのよ。部下の失敗さえなければ私は今も正規軍にいたはず。部下の失敗？そうよ、私は被害者なの。それは違うと思うな。何ですって？命令したのは君だろ。それなら部下の失敗は君の責任じゃないのかい？私の命令に間違いはなかったわ。命令を聞き間違えた部下の不始末が私の責任になるの？そんなのおかしいでしょ。やっぱりあなたとは考え方が合わないよね。さよなら。これはまた手強いレディだ。放っておけないね。おっと、そうだ、思い出したぞ。彼女が育てている花はロイヤルマリーって名前だったな。
Thank you.
この戦い絶対に勝ってみせます。行動を開始します。儲かりますか？敵発見。そこ、見えました。どれだけ血を流せば済むんだ。行きます。綺麗でしょう、この子たち。敵がいました。さよなら。一人がいいです。参る。この命、祖国と主のために。滅。敵発見。準備できてるわ。行ってみる？もう終わり？へえ、やるね。いざ。己の道をただ行くのに。その動き見切った。いいぞ、もっと行け。行動開始。大丈夫、行けます。当てる。敵撃破。やった、これで進める。俺の出番かい。戦場であれば英雄さ。セドリックさん、後払いです。おしまい。助かった、ありがとう。ショータイムだ。
いい香りです。綺麗でしょう、この子たち。じゃあね。向こうにもあんな奴がいたとは。いざ。成敗。この調子で攻め上がるわよ。準備できてるわ。行ってみる？遊びはここまでかしら。俺の出番かい。獲物だ。ショータイムだ。これで何人目だい？よくやった。負けてられないな。行動開始。あの人の元で僕はもう一度生きる。動くな、敵撃破。今がチャンスだ、続くぞ。俺の出番かい。楽しんでる。これで何人目だい？いい流れだ。あいつらに続くぞ。見てないよ。まずい、拠点を取られたぞ。
ショータイムだ。これで何人目だい？敵は病院を逃がさないで。任せろ。おら。よっしゃ。目標敵を確認。準備できてるわ。戦線を押し上げろ。準備できてるわ。守備隊は何をやっていた。私の番ね。今から突撃を行う。それ以上危ない。戻れ。確実に進む。俺の出番だな。スマートに行くぞ。味方がやられた。お前ら気をつけろ。奴らを甘く見るな。注意せよ。流れよ。盾になるものか。ほとんどないです。任せろ。邪魔だ。よっしゃ。やりやがったな。任せときなって。
スマートに行くぞ。なんていう手前だ。行けるわよ。行ってみる？もう終わり？大会、狙われてるぞ。おう、やるぜ。お前、よし、なかなかやるな。私、勝ったのね。自分の作戦で。なかなか見事な式だったよ。アルフォンスさん、これまで何度も君を怒らせたこと、謝らないといけないな。いいえ、そんなことはどうでもいいの。あなたの言っていたこと、今ならよくわかるわ。正規軍や士官、エリート、そんな肩書きには誇りなんてなかったのよ。だって今私が誇りに思うのは、一緒に戦ってくれたみんなのことだから。ありがとう、アルフォンスさん。あなたのおかげよ。俺は君なら見えるはずだと言っただけだぜ。これは君自身が感じ、そして考えた結果だよ。私が？そうかもね。いい顔できるじゃないか。惚れちゃいそうだよ。アルフォンスさん、その体型でカッコつけられても私は惚れたりしませんから。まいったね。高嶺の花とはこのことかな。マルギット、よくやった。クルトさん、この勝利と名誉は君のものだ。え？君の作戦を君が指揮して得た勝利だ。士官学校で勉強し直せと言ったことを撤回しなければいけないな。いいえ、あのままだったら私は変われませんでした。クルトさんのおかげです。感謝は戦ってくれた隊員たちにするといい。はい、私行ってきます。いいとこあるじゃないか、隊長。その気にさせたのは君だろ。花は自ら咲くものさ。だからこそ美しい。そう、彼女のようにね。皆さん、ありがとう。